そへ潜り込んでしまえば大丈夫。あとは車を奪えば逃げ切れる。控えろ、羅生様がお通りになるぞ。大丈夫だ、気づくはずはない。やり過ごせる。助かった。血の匂いがしている。貴様は何者だ。何者と言われましても、私は名もないただのボロでございます。嘘をつけ。貴様の目は朽ち果てたボロの目ではない。生きて光り輝いておる。その背にあるのは誰。この通り怪我をしたただのボロでございます。どうかお見逃しを。分かった。だが貴様のそのボロに似合わぬ目はどう説明する。私のこの目がお気に入らぬのなら、この目を差し上げましょう。一つではまだ十分でございませんか。もうよい。一つだけ聞こう。その背の男は貴様の何だ。すべて。男にそこまで言わせるとは並の男ではあるまい。大事にするがよい。ヒョウは海王とは違う。これが僕と宗家の地下。剣の傷は深い。レイヤのところで休ませねば。剣には治療が必要だ。レイヤのところまで俺が道を切り開かねば。海王様のもとからケンシロウとシャチが逃げ出したそうだ。奴らを倒せば羅生の地位も夢じゃねえな。俺たちの動きは筒抜けか。見つからずに切り抜けたいところだが、背後から一撃で倒せば気づかれずに済む。ケンシロウがいたぞ。逃がすな。必ず一本触れさせん。
あの男が俺の記憶の中に。まさかあの男がケンシロウ。またつまらぬ幻想を。俺の心の中に重慶を倒した痛みが残っていると見える。俺が兄弟と呼べるのはこの世にたった一人、北斗龍拳の最強伝承者海王のみ。頼んでおいたものはできておるか。ほう、見事だ。はい、それならばそよこ様もきっとお気に召されるでしょう。兄さん、ようがこの城に向かっているんですって。いかにこの海王が強大になろうとその地に怯え、その無限の可能性を恐れねばならぬのだ。絶やさねばならぬ。神を喰らってもあの地を絶やさねば真の海王の時代は到来せぬのだ。海王のため。でも私は妹。なぜ妹の私を。よう、この海王の留守、ケンシロウという男に。それにしても北斗神拳とは腐った剣よ。まさか無抵抗な女まで手にかけるとは。許せ、ヒョウ。この海王がケンシロウを倒してお前に詫びよう。あなたの手は借りぬ。北斗神拳もケンシロウもこの世に一片の形跡も残さずにこの俺が砕き裂く。とうとう今日も魔界に入った。この海王にとってこの世に残るたった二つの災いの地、互いに噛み合って果てるがいいわ。あれから二日か。なんとか逃げ切ることができたな。でもそのために目が。ところが不思議なことに、俺の中に後悔という感情が湧いてこないのだ。むしろ自分自身を誇りにさえ思える。剣はまだ気を失ったままなのか。ケンシロウ、傷は。お前の父や赤シャチ、そしてお前のその目が新たなる血肉となって俺の傷を塞いでくれた。赤シャチやお前は俺に何を望む。この俺の体、自分の体と思って言ってくれ。我ら親子の望みは一つ。あんたの望みと同じく海王の命、その他にはない。分かった、見届けるがいい、この俺の戦いを。どうやら海王の部下に嗅ぎつけられたようだな。
差し出すさもなくば皆殺しだ誰か助けてくれ一気郎はどこだ見つかるまで町の奴らを殺し続けるぞやめてくれ私じゃ何も関係ない一気郎をかくまってるんだろなら奴と同罪全員死刑だなぜわしらがこの目に俺は太陽様の命よ原始郎に味方する者は全て殺す別の場所でも暴れていますどうか奴らを止めてくださいハイオウ様に逆らった罰よどうということだこんな人たちが何をしたというのかケンシロウ、てめえなんぞ一撃で肉塊だ。
この俺に二度の敗北はないと。このヒョウの体、どこをえぐっても涙など一滴も見つからぬ。逆賊の村を焼き払え。今すぐ楽にしてやる。ヒョウと戦う気か。ヒョウよ、お前もこの兄弟のように誰よりも弟を愛し、会える日を待っていたものを。ケンよ、たとえ兄でヒョウが実の兄でも行くのか。兄、たとえ兄でもだ。今日は北斗龍拳魔聖伝に。ケン、今日はあんたをおびき寄せている。魔聖伝は北斗龍拳発祥の聖地。なんだてめえは。魔聖伝復旧の邪魔をするつもりか。村人に岩を運ばせているようだ。ああ、てめえ岩はどうした。さっさと運びやがれ。うれ、
運ばねえとお前らの家族が一大事だぞ。タイヤフィン、ケン、なんとかあの人たちを救えないか。この岩を使う。
あれがラセーデン。